ゲタン。そう、移動させましてね、ベッドやら部屋の模様替えをしまして、皆さん大好きな天井天井と言ってきた壁をベッド方面にして、今までベッドが置いてあった白い方をね、今までここにはベッドがあったんで、ね、白背景でできなかったんですけど、白背景で配信をできることになりました。私の非力な力でベッドを引きずりまくったあの日の苦労のおかげで、そう真逆なんですよ。でもやっぱ白の方がさいいね、なんかここら辺とかに飾りたいし、なんか心なしかこう顔色もよく見えるし。そうそうそう、クローゼット前から移動しましたね。今までだからこうクローゼットのなんかクローゼット狭かったんですよ。あれはもうベッドとクローゼットの間っていうね、本来はただの何クローゼットを開けるだけのこのスペースに私は机を置いて配信してたので、もうぎゅうぎゅうでね、イゴ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 してたんですけど、でもいい感じにできました。で最近はもう今日アマゾンでカーテンと私の未だ買ってなくて1年間過ごした出窓、ちっちゃい窓のカーテンとハンガーラックと、なんだっけ、座椅子、葵さんにおすすめされた葵さんの家とお揃いの座椅子、これらをね全部頼みまして、まあ、いつか多分届くんですけど、部屋を住みやすい人を呼べる部屋にする、メンバーをちゃんと呼べれるような、メンバーが泊まりに来たいって言ったらいいよっていつでも言えれるような、そんな部屋にしてます。ギダルもありがとう、かわいい。そうマイキューにカーテン欲しいって言ってたけど、もうカーテン買おうって思ったから、カーテンいらないって言って間接照明でいいって言った。片付ける前に買っちゃって大丈夫だ、片付けてるから大丈夫、もう半分は終わった、半分以上は。そう、というわけでね、ちょっと優雅にいただきます。あ、ちなみにこれココアさんのファンの方から、セタンインからいただいたココアさんの生誕グッズ、ありがとうございます。マグカップかわいい、今日も一緒に帰ってきた。お話し会帰りはいつもココアさんと一緒に帰る。そう、ゆうかって書いてるの全員分あるってことなのかな、メンバー、私の、あ、ちょっと私のリップが嬉しい。今日ココアさんと帰ってきたんだけどさ、なんかね、なんかいろんな話をして帰ってきたんよ。もうなんかネタがありすぎて何から話そうって感じなんだけど、まずココアさんと生誕祭の話をしてて、自分なんで 17? なんで17なんだろう、分からん、ココアさんが17歳になるからかな。すごいよね、これカープに許可取ってんかな。でもなんかカープ足す大神みたいななんか書いてるから多分取ってるんだろうね、すごいな、すげえ。それでまあココアさんと一緒に、お話し会終わりはココアさんと一緒に帰るのが定番なんですけど、なんかココアさんの生誕祭の話してて、したらなんかココアさんの横断幕にね、天衣無縫って書いてたんですよ。でなんかずっと私はなんか天衣無縫、天衣無縫って思ってて、でココアさん横断幕の天衣無縫ってテニスの王子様ですかって言ったら、そうよって、なんで知っとんって言われて、テニスの王子様だなって知ってる、越前龍馬のあの一番最後の試合で目覚める天衣無縫の極み知っ
ってる？ココアさんね、めっちゃテニスのおじさんも好きでね、メイクポーチが雪村っていう人気キャラなんですよ。雪村雪村みたいな。テイム法だったなって思ってで、すーよテイム法だよって、キちゃん知っとるっけみたいな。そう、まずそれに一びっくりしたのとまさかの横断幕がテニスの王子様っていうのにびっくりしたのと、あとね、なんか一緒にスーパーに寄ってきたんですよ。でココアさんがホットケーキの粉買いたいって言うから、で私もまあ夕ご飯、晩ご飯か、晩ご飯買いに行きたいなと思ったから、あのスーパーに行ったんですよね。でなんかおきちゃんいつもプレゼント持っとるけんスーパー行けれんよねみたいな、今よく一緒に帰るんですけど、私いつもプレゼントの袋ね持ってて、プレゼントの袋がでかいんですよ。なんかこういう、なんかいつもさこういう袋に入れて持って帰らなきゃいけない、これ事務所が用意してくれてるんですけど、だからさもう重いしさ、ガサ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 するからさ、なかなかお店とか寄れないんですよね。でそうなんですよ、なんかその私らが行くスーパーってめっちゃ結構あの通路が狭いから、いやそう入れないんですよねとかいう話をしてて、狭いよなみたいな、ビレバンぐらい狭くないみたいな話されて、あビレバン、なんかその例えでスーパーの例えでビレバンの狭さを出してくれる人もあんまおらんけどなとか思いながら、そうなんですよねって、でもさなんか新しい発見があるよねって言われて、あでもわかりますって、なんかそう私も買い物とかウィンドウショッピングとかすごい好きで、スーパーとかなんかすごい結構うろうろするの好きなんですよ。だから私本当にカツオの刺身にハマってて、刺身コーナーにいつも行くんですよとか言ってて、したらいやいやそれ起きちゃうの、それは目的があって言ってるわけじゃん、うちはなんか見ながら新しいものに出会うのが好きなんよって言われて、おーなるほどって言って、なんかリップの色とかみたいな、私はなスーパーの話してたんですけど、ココアさんはなんかビレバンの話をしてて、もう本当に会話が噛み合わなかったんよ。なんかココアさんはなんかビレバンにカツオの刺身なんてあったっけって思ってて、私はスーパーって結構本当になんかあのそんな大型スーパーじゃないからメイク商品なんて売ってないところで、なんかリップの新しい色とかに出会えるよなみたいな言われて、えとか思って、なんかずっと2人なんか会話がちょっとおかしいなって思いながらも、そのままスーパー連れて、でその話題は一旦終わってなんか別の話してて、でその別の話が終わった後に、えココアさんって1個前の話の時ビレバンの話してましたみたいな話してて、しとって、なんかえそうよみたいな、おきちゃんスーパー何しよったみたいな、でなんかそこで噛み合ってないことを知りました。うんっていうサイトね、仲良しなんですよ、うん、でいつもはねフーさんもいるんですよ。なんか帰り道3人で帰ってて、いつもは、でも最近はフーさんがいなくて、その終わる時間が違ったりとかして、だから2人で帰ってる。あのココアさんのツイッターに載ってるめっちゃ雪降ってる時の写真は私が撮影した、よかったら見てください。ああいう感じで帰ってます2人で帰ってる、楽しい。なんか会話がねもう行ったり来たりするけどっていう話でした。まあそんなことはまあヨタ話っていうか、いただきます、ありがとうございます。ユイリーが昨日ショールームでオキちゃんと喋ってみたいって言ってたよ。え、なんかユイリーさんのショールーム、なんか私の名前でエゴサーチしたらツイッターに出てきてびっくりした。私ユイリーさんとお話ししたことないんですよね、うん、ユイリーさんも多分困ってたそれ言われてなんかナナさんからの話でしか聞かないから全然。まいちゃんはユイリーさんと
連絡先交換したりとかしてるんだけど、私全然本当にお話をしたことない。あ、そうだ、スクランブルエッグ編集長だなんか自分が知る情報より先にスクランブルエッグ編集長が知ってる。ユエリーさんと STU の接点、あ、どうだろう、ココアさんとか仲いいのかな、なんか仲良さそうな気がする。うん、いつか機会があればお話ししてみたいですねうん、どういう会話をするのかちょっとわからないけど、でもユーナーモギオンチャンネルはめっちゃ好きで、自分もチャンネル登録してみてる。コッコさんと仲いいの？え、そうなんだ、ユイリーさん。コッコさんでもなんか本当にねすごいんよね。なんか STU のメンバーには姉子だし、他グループの先輩にはなんかめっちゃ可愛い後輩みたいな、なんかそういう距離の取り方がめちゃくちゃなんかうまいっていうか、頼り頼られみたいな。めっちゃいいよね、ココさん。ココさんのファンの女の子の気持ちめっちゃわかる。話聞いてもらいたいよねって、わかるってなる、うん、逆にその男性ファンがココさんとどういう話をするのかがめっちゃ気になる、うん、ピちゃんとココさんも何気に仲いい。そうだよ、でもココさんはもうみんなと仲いいから。コッコさんの握手レーンはタピオカだから、タピオカ屋さんだからここは原宿かって思った。でね、まあそれもちょっと歌話、本題はですよ本題はですよ、起き、なんでしょう、これは。これはですね、なんとなんと皆さんお待ちかねの「ウォールデコ製品をご注文いただき誠にありがとうございます」と、まず紙が入っております。わお、でかい。パネルが届きました。今日ねちょっとお引き取りに行きました。そう、今回横なんですよ。5枚目の時は、思い出せる声をしようの時は縦でね、こういう感じだったんですけど、今回は横で、しかもこの何、横顔、あ、この角度、この角度、なんどういうポーズですか私。あ、ちょこの角度っていう、なんかメンバーの中で一番多分横向いてるんですけど、届きまして、結構大きいんですよ。この伝わるかな、大きさ。どう、何と比較してどう伝えたらいいのか分かんないけど、お話し会とかでもこうやって飾ってくれてる人とかいて嬉しかったです。何と比較すればいいのか、あ、ちょっとクマが隠れるぐらいの、このクマがめちゃくちゃ大きいってことが伝わらない、まず感じでね。皆様はね、結構今日のお話し会とかでも飾ってくれてる人多かったんですけど、ゲットできましたでしょうか。ね、こう見たらあんまりね、なんか漏れてなく見えるんだけど、あの本当にね、こう見たら結構綺麗に撮れてんのよ。なんか画面越しだと伝わらない、このめっちゃね、なんかこの本当にね伝わらない、ね、なんかもうアイメイクのさ、アイシャドウのキラキラ加減とかがね、もうめっちゃ伝わってくるの。
なんか多分光で飛んでるんだけど、チークとかもめっちゃ血色感いいんですよ。伝われ。裏はこんな感じで描けれるようになってます。私もちょっと私の STU グッズ置き場に置きたいと思います。しまいます。ちょっとね、自分のなんだろう、前回のパネルとかもな STU グッズ置き場に飾ってるんですよ。ちょっと恥ずかしいんだよね、自分のさ、何この普通の部屋、普通の部屋っていうか壁に自分の写真を飾るのが恥ずかしくてね。いや飾ってはいるんだけど、家にはなんかその STU 置き場の中に飾ってるなんかちょっと恥ずかしいよ。自分の顔をね見るというものはでね、なんか生誕祭の時にディスプレイにあったやつとかいくつか持って帰ってきたんですけど、これ開けれないのか、これ開くはずなんだけどちょっと怖い。なんか和をモチーフにしてくれたらしくて、今年の生誕委員の皆様が。タワー来てる。誰だ。どれだ。雪のお城を見る。あ、ローケイティさん。タワーありがとうございます。雪のお城。なんで雪祭りなんだろう。ありがとう。後でちょっと書きますね。こんな感じで。これとこれが何個かと、このミニ傘。フラワースタンドのとこにはめっちゃこれの大きい実際の和傘みたいな、いただきました。明日お話し会よろしくお願いいたします。明日ね、おもこえラスト楽しみましょう。これもね、ちょっと STU グッズ置き場に飾りたいと思います。今年はなんか和風統一らしくてね、こうか。まだあるんですけど、ちょっと今ディスプレイ紹介。これね、伝わるかな。地味にね光ってるんですよ。いうか、ね、ちょっと見えるかな。あの光ってるんです。ちょっと今部屋が明るいからうっすらしかわからないんだけど、あ、わかりやすいかな。揺れてる。そう、こんなね用意してくださってありがとうございます。こちらもね飾りたいと思います。どうやってレイアウトしようかな。こんな感じで、でちなみに傘は2個ありますね。傘、あとなんか下駄、ディスプレイの時に下駄がこれ色違いで3種類ぐらい飾って、この和服感を醸し出しておりましたので、こちらも持って帰りました。そしてですね、なんだなんて言ったらいいんだろう、祝い酒。中は何も入ってないんですけど、
ポンポンポンってする。これがディスプレイに、そう、洋っていうか 和物なんですけど、でもね、あの同じ、これが置いてあるところに、同じところにあの中にケーキのテーブルみたいな、なんかウェディング系のね、なんかすごい和と洋が入り混じったディスプレイになってます、ね、いただきました、ありがとうございますちゃんとあのすくうやつもあります、割れるのかな、いやちょっと割りたくないね割れないね。というわけでありがとうございます。まあこの中に何かを入れたいと思いますすごいやな、いっぱいね、なんかお人形とかいただいたりとか、生誕のそのディスプレイの中だからね、本当にありがとうございます。あとはね、これメッセージカード、おもこいの衣装、メッセージカード、でなんか去年の生誕の時が二十歳の時の振袖の衣装と、あと瀬戸内の STU48 の水色の衣装バージョンでくださってて、それもあの今テレビのところに飾ってあるんですけど、今回もね、その同じような感じでメッセージカードの表紙が衣装、思い出してる恋をしようの衣装ということで、めっちゃねあの生地がそれっぽいっていうか、本当に衣装って感じの生地してます、結構丁寧、うん、リボンもなんかいい感じ、テロテロ、これはねまだ読んでないんですけど、今からいっぱい読みたいと思います、ありがとう、たくさん本当にありがとうなんかこういうの面白いよねちょっと待ってめっちゃ面白いんだけど、この人誰お前は俺命や、じゃ偶然開いたページがこれでびっくりした、誰だお前は俺命や、ありがとうございますというわけでね、まあ、読ませていただきたいと思います、そんな癖強い人も多いですが、でね、ちょっと今生誕祭グッズなのコーナー紹介なんですけど、クリアファイル、かわいい、これは6枚目の私ですね、6枚目シングルの衣装を着た私のクリアファイル、裏が瀬戸内と犬の足跡、ありがとう、これも使わせてもらいます、ありがとう、僕たちのこういう感じで、おきちゃんがケーキのろうそくを吹き消した後で生誕フライヤーをあげてくださいみたいな、これがねみんなが一斉に掲げてくださいました、おめでぽ、本当にありがぽう、まだ私の好きな言葉、夢は叶えても何度も心の隅に夢を置く、これいつ言ったんやっけ、これ浅野敦子先生の言葉、びっくり、めっちゃ1回ぐらいしかどっかで言ったことない
きな言葉ありがとうございます。うん、なんかウェブのなんかで言ってきます。ありがとう。フライヤーも。ということでこんな感じかな。うん、これはちなみに同じ日に生誕祭だった、これはココアさんのフライヤー、これはあれ思い出せる小吉洋のワンカットのココアさん、愛、めっちゃ愛ってきてる、愛ありがとう、あいつも心に愛を、そういうことか、もしかして、すごいね、 T シャツもマグカップもありがとうございます。すいませんね、かわいい、なんか生誕員のなんか何、他のメンバーの生誕祭の時とかにいただく、なんだろう、生誕員の方からのプレゼントも結構すごい好きっていうか保存しちゃいますありがとうございます、使わせていただきます。この間もナナさんの生誕員の方から T シャツいただいたんですけど、ありがとうございます。ちょっと遅くなったんだけど、タワーのお礼を書きたいと思います。ありがとう、ローケーティーさん。氷のタワー。なんだろう、札幌って感じがするね。いつからギフト、この、あれなんだろう。ちょっとね、今、洗ってるんですよ、ガラスペン。だからちょっと、マッキーになります。昨日使っちゃって洗っちゃった。なんて言ったらいいんだろう。雪タワロケーティーさん見えるかな、雪のお城ありがとうございます。氷のお城の方がいいかな、ありがとう。明日の話し会よろしくお願いします。雪氷、雪氷っていうの、雪の氷とか言って、最近またココアさんなんだけど、ココアさんがなんか雪が積もることを積雪って言って、雪が残ってることを残雪って言うから、すごいね、なんかフーさんと二人でなんか突っ込んじゃう、別におかしいことじゃないんだけど、会話の流れでさ、この間めっちゃ本当に広島2日間ぐらい雪降ってね、その後の帰り道だったんだけど、話し会の時に、いや積雪がみたいな言われて、積雪って2人でココアさんと被ってさ、残雪ってさ、なんかすごい国語の教科書ぐらいでしかあんま聞かないんだけど、残雪とかブリーチの刀にそう、いや言おうと思ったんやけどさ、急にブリーチネタ出すのもなって思って言わなかった、当時の自分ココアさん頭いいけんね、うん、最近リコチと英語ばっか喋っとるっけ、聞き取れん何言ってるんか、うん、残雪ってさ、なんかの教科書でめっちゃ聞いた覚えがある、小学校4年生ぐらいの時の、あれなんだ、大蔵じいさんとかんかな、ね、JK だよね、なんか今日ココアさんの話題めっちゃ多い英語の話詳しく、なんかリコチとココアさん、なんか多分リコチがココア、あ違う、ココアさんがリコチに英語を教わってる
て、なんかおすすめの英語のアプリとか教えてもらってるっぽくて、結構移動の時とかにココアさんと隣になったら、なんかずっと英語の英単語をリスニング、なんか読み書きじゃなくてリスニングをずっとやってて、ずっと英単語とか英会話で練習してる、なんか勉強になるって言ってた。その喋る、書くのじゃなくて喋る勉強になるって言ってた。いや、いいね、勉強する欲が湧いてるのはいいことだ。僕はもう本当に高校もさ、あの専門教科しかもうやってこなかったから、普通教科というものの能力が本当にね、多分人よりだいぶ低いんですよ。だからもう本当に尊敬の眼差しって感じ。 TOEIC 受けた。おー、すごい。だからね、なんか海外の言葉を喋れる人ってすごいよね。僕は無理だ。じゃあ頭良さそうに見える。そう、良さそうに見えるでしょ。見えるだけなんですよ。私あれだから、高校の時あの作業着着て電動糸のこぎりで木切ってたから。ドドドドドドド。全然学力無縁なタイプでした。そう、ゆきちゃん日本語うまいよ。そう、結構間違えるけどね、時々。溶接とかやった。私ね、デザイン科目だからね、ハンダゴテとか溶接とかはやらないけど、木工デザインでノコギリ使ってただけで、木はねデザインの一部でしかまだやったことないから、そんな、だからね、なんか JK 見てるといいなって思うね。ちゃんとした普通教科の勉強も大事やなって思いますね。全然やってなかったや、何作ったの見せてあげようか。私の高校時代の作品、あれどこだっけ。私の作品がなくなった。あれあれあれ、いや本当にないわ。ごめんなさい、なんか見せてあげようかとか言ったけど、なくなってる。どっかにはあるんだけど、あれ、私昨日っていうか、おととい模様替えしたときどこに置いたんだろう。唯一私が広島に持ってきた力作作品。いや、捨ててない捨ててない。多分捨ててない、捨ててないよね、あんな自分の名前の入った表札。即見バレするようなものは捨ててないはず。切ないね。まあいつかまた見せます。うん、調べたら出てきます。かわいい服だね。今日はワンピース、ちょっとレトロな。
ワンピースです。カチューシャも実はつけてる。レモンスカッシュ、それ缶ジュースの柄がそうだからじゃん。確かに似てるけど、70年代っぽい。そう、ちょっとレトロガールなんです今日は。確かにレモンスカッシュや。藤屋のレモンスカッシュ。そう、今日はワンピースです。いい感じですかね。キチャの世代でも知ってるので。知ってる知ってるって、普通にまだてか今でもある気がする、自販機とかに。そんなに昔っていうかあれなんですかね、ベストセラー的な、ベストセラーじゃない、なんて言うんだろう、昔から親しまれてるやつ、なんて言うの、ああいうの、なんて言ったらいいんだろう。ベストセラーロングセラー、ベストセラーってなんか本みたいなね。ロングセラー、それだ。なんかあれよね、いちごミルク飴がさ、なんかなくなっちゃうみたいな。ベストセラーじゃない、ロングセラーの、老舗の生産中止になるみたいな、ちょっと悲しかった、うん、私あれが好きなんですよ、飴。ちっちゃい頃好きだった、なんだっけ、なんかさ名前忘れちゃった、なんかヨーグルトのさ飴なんだけどさ、なんか緑の花のさパッケージのやつ、あれ名前なんだっけ。私あの飴が本当にね、ちっちゃい頃から好きなの。緑の花のなんかこう、こうやってこうやって出すやつ、こうやって箱の中に入ってる飴、こう袋じゃなくて箱に入っててシュッて出す。あ、チェルシーのヨーグルト味、チェルシーの飴がめっちゃ好き。でもなんかチェルシーの通常の味はなんか子供の時はめっちゃあんま好きじゃなかったの。なんかバターみたいな味、あれ好きじゃなくてヨーグルトの味がめっちゃ好きだった。なんかそのさ飴の話をしてたらさ、なんかチェルシーを思い出した。なんか最近っていうかもう何年も食べてない。ピアノ習ってて、幼稚園から小学校4年生ぐらいまで、でそのピアノの先生の家にいつも会って、なんかお稽古終わりに食べさせてもらってたっていう思い出がある。なんか飴をもらえるみたいな、美味しいよね。久しぶりに今度見たら買ってみよう。あの箱がいいんよね、箱が、うん、ご褒美の飴。ピアノ弾けないや、もう弾けないです、全然ピアノはもう全然全く弾けないです。1ヶ月練習させてくれたらって感じ、もう何も弾けません。なんか今日マネージャーさんたちが世代の話をしてて、さこちゃん結構盗み聞きしてたんですけど、地震の話をしてたんですよ。なんかそのマネージャーさんの中に福島出身の人がいて、この間時家が大丈夫だったかみたいな話をしてて、でそう大丈夫でしたみたいな話をしてて、でその東日本大震災の時もすごかったじゃないですか、福島で。その時もなんかすごかったですね、その時私中学生でしたみたいなマネージャーさんが言ってて、ね、したらなんかさこちゃんがその時3歳ってことが判明して、その輪の中にいたさこちゃんがってなって、みんなで急にさこちゃん3歳みたいな、
もうそれに衝撃を受けて、へえって、3歳ってなんかびっくりしましたね。マネージャーも若い、マネージャーも若い、23だから若いけど、えっ、びっくりしたすごいねと思って。さこちゃん AKB より若い。そうなの。なんか私ケイトちゃんが AKB のできた年ぐらいに生まれたみたいなは知ってたけど、その NAB のさこちゃん、さこちゃんは何なの、 AKB ができる前、できた後に生まれたの、やばい。さこちゃん今日クマ持ってたよ、お話し会の会場に。ハククマ、自分の家のクマいね、若いっていうか、もう若いとかの問題じゃないね。なんか、はい、きちゃんはね、阪神淡路大震災の時は生まれてない。生まれてないと思う。生まれてるのかな、記憶にはない。生まれてない、生まれてない。95年、あ、そう、私99だから、私のあった年に何があったんだろう。1999年、平成7年のことか。私は11年生まれだから、あれだ、何があったんだろう。ノストラダムスの大予言、地球終わるみたいな、なんか聞いたことあるかもしれない。地球終わる問題、確かに99年ってさ、もうなんかずっと続いてきたさ、なんか千年代が終わるってさ、ちょっと思っちゃうよね。なんか本気でビビってた。あ、やっぱりそうなんだ、わかる。でも大丈夫、うちの妹2000年ベイビーとして生まれてきたから私もね、あと1ヶ月ね、12月までなんですよ、99年の12月。だからね、あと1ヶ月、1月に生まれてた私は2000年ベイビーだったの。ちょっとな、まあ、ちょっとね、そっち行きたかったなと思う。やっぱなんか若干違うよね、その区切り、新世代っていうかな、その1ヶ月の差で。わかる。本当はさ、くくり的に言ったら2001年からだけどさ、でもなんかちょっと00で行きたかったなーって思います。わかるよ、2000年はほぼ99年代一緒なのは分かるよ、2001年からっていうのは分かるんだけど、なんか000がなんかいいなと思う。ちょっと羨ましいですね、言いやすいしね、2000年って。でもさこちゃんがその2011年は3歳だったってことがもう衝撃でしたね。おきちゃんと話してた年の差、個人的にそんな感じない。本当、まあでもそんなにすごい、なんか自分もなんだろう、子供な話あんまりしないから、多分大体、多分なんか二十歳超えたら、皆さんというか私も含めだけど、なんか人って止まる気がする、精神年齢が。だから変わらない気もするけど、どうなんだろう、なんかこっから私本当に変わる気がしない、
なんか変わるのかな、なんかおじいちゃんとかおばあちゃんとかと話しててなんか違うなって思っても、なんかそれってその人の世代のなんだろう、なんか常識みたいな、いいかさみたいな、その常識のままで年を重ねてったからなんかちょっと違うのかなと思うけど、でもなんか基本的に若い頃からなんかその考えな気がする。おじいちゃんだからとかじゃなくて、もう若い頃からもうそういう考えのまま生きてるみたいな、だから多分変わんない気がする。まあそれをその未来のさ子たちはなんか私の考えが古いなと思うのかもしれないけど、もう変わらないと思う私はまあでもなんかその順応していきたいなと思うけど、その若いこれから生まれてくる自分らが大人になった時になんか若いものはみたいなは言いたくはないけど、うん、言いたくはないけどね、もうちょっとね、変わっていきつつじゃないけど順応していけたらいいなって感じ、うん、だからなるべくね iPhone より新しいものが出ても頑張ってついていきたいなと思ううん、いけたらいいなと思う。パソコンとかはもう無理だけど、うん、知ってます？なんかさコギャルとさポケベルがさ博物館に入ったらしいですよ。なんかツイッターで見たけど、1990年代のなんだろうものとして現代日本の、そうポケベルが博物館入りしたらしいよ。世代すぎて辛い。うちのお母さんとかねお父さんの世代ポケベル、あルーズソックスも入ってた博物館に、うん、早いよもう。コギャルは何がなんかコギャルの服装制服とかルーズソックスとかが人は展示されないよそう、なんか調べてみてツイッターでコギャルの剥製、コギャルの剥製とは、ガラケーも近々、なんかさウィルコムがさもうなんか終わったみたいな、なんか私の情報源全部ツイッターなんだけど、ツイッターで見たウィルコムがもうなんか使えなくなるみたいな、ちょっとなんか悲しかった。私中学生の時ウィルコムだった。なんかあれ何なんだろうね、携帯のなんかさ電話のなんか分数がなんかちょっと決まってるじゃないけど、 PHS、 うん、なんだっけウィルコムって何なんだっけ、私もウィルコムだったんよ。だからさ友達と電話するときなんかちょっとめんどくさかった思い出がある。なんだっけ、でも忘れちゃった、もう 何がどうだったのか。あそう10分無料だから10分ごとに切ってたんだそれや、何なんだろうあれ、ちょっと忘れちゃったけどなんかそういうのあったよね、もう覚えてないや。悲しい。でもガラケーはまだ使ってる人多分いると思う、うん、ガラケーな、なんかガラケーのさ可愛いよね、私ガラケーに戻りたいちょっとだけ、あの形可愛いよね、なんかカメラの画質さえ上げてくれたら私はガラケーに戻れる、ツイッターとかも使えるなら、
パカパカも使ってたし、なんか私なんかさ、あの折りたたんでさ、シュッてしてシュッて、なんかこう画面をさ、なんかガラケーね、なんか裏返しにできるみたいな、でなんかこうシュッてやってこうやって見るみたいな、なんかスマホっぽくなれるさやつとかも、スライドっていうか、なんか折り反対にできるみたい な, なんか反対にして折り曲げれるみたいななんかめっちゃかっこよくない？仮面ライダーの変身みたいじゃない？シュッ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 みたいな。でもさ、ガラケーをさ、もうずっと主流だったじゃないですか。でもさ、自分がさ、もうなんか意思を持ち始めた頃にはさ、多分もう一番最初の iPhone とかが出てた、まだ全然人は持ってなかったけど、 Android とかが徐々に、なんかちょっと意識高い人だけ持ってるみたいな時期に、なんかもう自我はさ、ちゃんとあってさ、携帯ガラケーを持ってたんだけど、初めてさ、なんかガラケーって二つ折りじゃないですか。まあ二つ折りじゃないやつもあるけど、なんかさ、スマートフォンってすごいよね。画面割れるわってなるよね、むき出しみたいな。でも今はもうさ、それが普通だもんね。二つ折り、でもなんか二つ折りスマートフォンみたいな出てたよね、どっかから、結構前だけど、なんか新しいスマホでさ、あれ結構時代ちょっと戻ったよね。ね。戻ったよね。おきちゃんガラケー使ったことある？おきちゃんガラケーだったよ。小学校3年生から中学校1年生ぐらいまで。うん、中1の途中から中2の後半か、うん、中3ぐらいまでかな。アンドロイドで、私はエクスペリアを使ってて、だから私はエクスペリア使ってて、で、高校生から iPhone5 かな、デビューして、そっからずっと iPhone ユーザーで、今11です。11使ってる。うん、かな。iPod とガラケーで十分やと思ってた。 iPod 音楽聴くやつね、いいよね。ウォークマンとか、うん、初めてのスマホがエクスペリアだった。エクスペリアって全然割れないよね。アンドロイドって全然割れないよね。私2階から落としたことあったけど割れなかったもん。落としたって恋にじゃないけどね、学校でさ、落としたっていうか落ちたことがあったけど割れなかったから、マジですごい硬い。なんか廊下が吹き抜けの学校だったんですよ。吹き抜けっていうか壁がなくてそれでね、飛んでった。窓から投げたわけじゃない、本当に吹き抜けの学校なんですよ。そうそれでなんか、あーみたいな、飛んでった。なんか大きいじゃないですか、アンドロイドって。でね、制服ポケットが胸ポケットにね入れてたんだけどさ、なんかの拍子で飛んでったの。そのでかいからずっとはみ出しててさ、もうグラグラだったの。制服のポケットこんぐらいしか、もう浅ポケットだったから。でもアンドロイドはその時は割れなかった。人は落ちない。人はね、柵で守られてるけどね、あの人じゃないものはね、柵に守られなかった。
カバーつけてた。カバーその時はつけてなかった。なんかカバーをつける文化ってさ最初あったっけ。あれ、なんか中学校なんかアンドロイドにカバーつけたことないんだけど、最近じゃない？最近でもないか、うん、いつからかわかんないけど、そんなにカバーをつけた覚えがないつけたっけ気のせいかもしれないけど、会ってないのに沖ちゃんに惹かれていく、なぜでしょう。それは恋ですねあ、カバーあった、私が中学生の時から。本当？じゃあ私がつけてなかっただけか。でも私も今カバーつけてないんですよ。前までつけてたんだけど、買おうと思って買ってない。着メロ本って知ってる？わかんない。私の着メロあれ私のガラケーの時の着メロはハゲハゲそんなのやだ髪の毛消え去っていくハゲ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 ハーっていう曲がなぜか私の着メロだったなんでそれだったのか分かんないけど、なんかねそれだったの。なんか本当に分かんない、そういう曲があったの。煽ってない、違う違う違う、なんか誰の曲、なんかなんかあるの。あれかな、カモンさんかな。そう、なんかね選べなくて、もともと入ってる曲しか選べなくて確かで、なんかそれが唯一の歌メロディーみたいな感じだったんよ。あとなんか全部さメロディーみたいな、あの動物の森の街メロみたいなで、なんか歌にしたくてそれにしたい、なんかみんな歌だったからそれにした気がする。ちょあんま覚えてないけど、でもちょっとそれ選ぶのはちょっとなんかあれだね。でも私は別に気にしないんで髪の毛なくても今さなんか授業中とかになってさ携帯持ってったら怒られるからさ募集されたりとかしてた。学校じゃ、なんか中学校、高校はねなんか持ってってもよかったんだけど、中学校は持ってっちゃダメで返してもらえる。いや親が取りに行かないとダメなんで、さお父さんが取りに来てくれてさ、お父さん全然もう私に対して怒らんけんさ、お父さんが来たらよっしゃって思ってさお母さんが来たらズーンって。結構厳しいんです、放課後ね親が取りに来るまで返してもらえない。お父さん全然怒らんから、うん、お父さん優しいっていうか、なんか無関心ない、教育的に関して。本当にね、なんかうちの家なんだろう、お母さんが なんていうのかな学校教育成績のこととかは本当に両親どっちも何にも言わなかったんだけど、まあさすがにね高校とかなんか留年とかそういうのはまあダメだったけど、あのお母さんはとにかく出席だけは絶対みたいな、もう本当休んだらもうガチ切れガチ怒みたいな感じで、お父さんはまあ行けよみたいな、ここは行けよぐらいの、でもなんか成績とかは何も言われなくて、だから塾とかも行かなかったんですよ自分。留年してない留年はしてないけど、留年とかするほど休むなよみたいな。
で、なんか塾とかも行かなくて、結構教育に厳しい親とかいるじゃないですか、なんか勉強何点以上取らなきゃダメみたいな。そういうのはなかったんだけど、そういうのはないから別になんかテストの点は自分は気にしたことなかったんだけど、受験の時にめっちゃ困って、塾に行きたいって言ったけどなんか行かせてもらえなかったんですよ。でしたら自分で勉強しなくちゃいけないって、今までそんな大して勉強もしたことないのにどうしたらみたいになって、もう初めて中学校3年生になって初めて参考書を買いに行って、私は漫画とか小説以外をなんかさ本屋さんで買ったことなかったのにさ、参考書ね、数学とか英語とか理科とか買いに行って夜中にずっとね勉強してて、でもね、そう高校受かったんだけど、でもねあれなんですよ、なんかね悪い点数を取っても怒られないけど、いい点数を取っても褒められないんですよ、無関心すぎて。だからなんか勉強のモチベーションがもう何にもなかった。そう、だからね98点とかを取ったことがあって、いや高校は高校の時か、それ中学校の時は80点以上取ったけど、まあ、褒められなくて、なんかモチベーションのね、なんか伸ばし方がなかった。その、でも悪い教科の時本当に悪かったから、なんか25点以下ってなっても怒られなかったね。だからなんか、まあ、いいのか悪いのか分かんないけど、そう本当にね勉強とかに関しては無関心だった。そうそう、なんとかね、まあ頑張って一人よ、本当に一人で頑張った。私は一人で頑張って勉強して受験して公立に入って、うんって感じですね。なんか私立はさちょっと高いからさあんまりみたいな、親がさちょっとみたいなとこあるじゃん。なんかえこれさ東京と違うよね。なんか東京ってさ私立はお金持ちの入るとこみたいな、なんかそういうイメージがなんかある、うちの地元はなんかめっちゃ勉強できる人、本当にもう特別進学クラス並みの人か、なんかいろんなジャンル、結構なんか第二候補みたいな人とかも多かった。だからどうってわけじゃないんだけど、だからなんだろう、可愛いの制服がめっちゃ、なんかねうちね頭が良ければ良いほどなんか制服が地味になっていくの。普通ね逆な気がするんだけど、普通はさなんか頭いいとこほどさ、例えば高専とかって結構自由じゃないですか、なんか髪染めてもいいし、なんか私服投稿とかが違うのかな、うちはそうなんだけど、高専はなんかめっちゃ頭いい人が入るじゃないですか、5年とかのさなんかもう髪の毛とかバチバチみたいなイメージなんだけどさ、なんかさなんか ご褒美なのがなかったの。なんか頭いい人の学校ほどなんか制服になんかもうちょっとなんかリボンぐらい足してあげてぐらいのなんかめっちゃお堅いスーツみたいな、でもう私立とかがバチバチに可愛くて、でなんかもうそのめっちゃ頭いいとこに行くことになった友達がめちゃくちゃ怒ってて、なんで私はこんなに人よりも勉強したのにこんなに制服が地味なのみたいな、いやそれはもう痛いほどその気持ちわかるって思ってそれはそうだわって、改革を起こしてあげれるなら起こしてあげたい
勉強頑張った高校ほど可愛くしてあげてってめっちゃ思う。なんかでもね、これ別に全国がそうじゃなくて、頭いいとこが一番可愛いみたいなとこもきっとありますよね、うん、でもね制服って、女の子の制服ってやっぱ大事だと思う。中学生もみんな一緒じゃないですか。だってね、まあ学ランじゃない、なんだブレザーのところもあるけど、うん、高校生になっていろんなバリエーションの制服、もう制服かわいいよね。だから岡山なんてさ、もう特に制服めちゃくちゃ有名な、なんかもう会社があるからさ、もう特に気合を入れてるっていうか、かわいいとこだらけだったんだけど、だからどこの学校もね、なんか夏服と冬服でもうガラッと変わるみたいな、そういうなんか学校が多かった。本当になんか制服戦国時代みたいな。なんか夏はセーラー服だけど冬はブレザーみたいな高校も多かったから、とにかくどれだけ可愛いか、学校もだし生徒もだし、もうめっちゃ見てた。こだわりがすごいよ、うん、私はね、なんかローファーが履けたらもうそれでよかった中学校がスニーカーだけだったから、白の、うん、もうローファーへの憧れがやばかったね。ローファーさえ履けるんだったらもう制服はもう何でもよかった、うん、ねえ、まあ男子と女子は違うかな、どうだろう。どこの人ってだってね、学ランの変化ってあんまないもんね。ブレザーはあるけど、まあそういうのだからあれだね、男性はなんか制服のモチベーションってあんまないかもね。自分はもうめちゃくちゃ制服モチベ高かったけど、高校の制服着てイベントやって、制服着たいよ、制服が似合わなくなる前に着たい。ブレザーの高校志望した、やっぱね、なんか変わるとあれですね、新生活感出るよね、うん、寒っ、そうだね、制服いっぱい着ときたいね。ボンタンとかドカン、何あのあれか、ヤンキーが着るやつ。でもボンタンってなんだ、あのめっちゃ裾が広がったズボンかな、じゃあんま分かんないんだよね、そのヤンキー制服の用語がボンタン、なんだっけズボンか、でもあの今日から俺は好きだったからなんとなくは分かるけど難しいいなかった周りにも、まあうん、よかったな。なんか岡山のさ
卒業式とか結構荒れがちだからさ。でもね、本当に自分の周りで卒業式にそんな特攻服着てる人とかいなかったから、一人も。なんかもう未知の文化だったんだけど、岡山はね結構有名なぐらいね卒業式が荒れるんですよ。なんか一種の名物みたいな。岡山駅、駅前ね桃太郎の銅像に登ったら天下みたいな。でも本当自分のところはねマジでそんなことがなくさすぎてね、本当にそうなのかって思ってたけど、ワンチャン卒業式だけの文化な気もする、大して荒れてなくてもとか思ったり。喧嘩上等おー生き抜くのよそうよ女だったら、うん、そう鳩の聖地、そう普段はね鳩がいっぱい止まった平和な銅像です。今日何時までする？どうしようかな。何時までしよう。全然決めてない。全然決まってません。そろそろ卒業シーズン。ね、そうだね。よいしょ。10時14分。1時間ぐらいやったのか。まあ、もうちょっとしようかな。結構本当に気ままに、うん、緩やかにやっております。雑談、おきさん岡山の子なの。おきちゃんは岡山の子でございます。岡山県民寒い。制服の新衣装もうできてるのかな。どうだろうね。今年の制服も楽しみ。今日は眠気大丈夫。今日はね、もう眠くないです。よいしょ。最近沖前の沼にはまりました。おお、ありがとうございます。嬉しい。最近眠すぎてさ、もう1万人ありがとう。ショールームは眠くなる前にやろうと思って。もうダメだから、30分だけ寝るって危険だから。春だからそうなのかな。ちゃんと夜寝れてますね。昨日ね、なんかこれね、なんか信じてもらえないかもしれないけどね、昨日11時に予約してて、でもう本当に眠すぎて一回予約消したんですよ、11時に。で、なんか今日配信やっぱりやめますってツイートしようか迷って打ったんだけど、でももしかしたら、なんか私自分が分かんないんですよ。もしかしたらなんかそれを打った瞬間に眠くなくなって30分だけ配信したいとか思う可能性が高いみたいな。私のことだからそれも可能性あるぞと思って11時半に予約したんですよ。で、じゃあ15分だけ寝ようみたいな感じで15分だけ寝たら、もう気づいたらね7時半だったんよ、朝の。で起きてコンタクト入れたまんまで寝てて、もう目がうーってなってコンタクト外して、ちょっとボヤボヤするじゃないですか、外した後って。ボヤボヤしてて何かがはっきり見えてくると思ってパッて見たら、
自分の、 あの送信ボタンを押してない、なんか今日やっぱり配信できませんっていうツイートが出てきて、ああって思って削除した。そう、寝てる。でも肩バキバキになってた。なんか今日はあんまり眠くない。昨日かな、昨日が本当に夜更かししたまんまでお仕事行ってたからめっちゃ眠かったんだけど、今日はもう全然いっぱい寝たから眠くない。もうだからもうメールで今日はもう帰ったらすぐやりますって言って、本当に帰ってすぐやったもう何も、もうすることなく、ベッドに一回も入ってない。今日帰って手洗ってここに着いた。ふーちゃんがおきちゃんの話してる。なんだろう、今日でもあんまふーさんと喋ってないな。今日はあんまり時間が合わなかった。昨日ソラハのショールーム見に行ったらミチとのイチャイチャ怒ってた。そう、ショールームっていうかソラハがフリートを見てね、なんか怒ったスタンプをしてきて、あやべえと思って、やばって思いましたね。マイメン、何どういうこと、フーさんマイメン、私のことマイメンなの。ソラハとミチュさんね、なるべくね、なんかいやツイートにしたらソラハがなんか怒るかなと思って、なるべくなんかこう一日で消えるフリートにね、ミチュさんネタをあげようと思って。結構フリートにだからミチュさんが出演する率は高いのかな、うん、なんだけど、ちょっと今机がでもなんかなるべくソラハが見る前にはフリートってね、一日経つ前に消そうと思ってるんだけど、もう秒で見て、ソラハが秒で見て、秒でなんかコメントしてきて、おこおこみたいな、うん、しかもね、なんかなんて言うんだろう、私の名前でエゴサしたらソラハのショールームの切り取りみたいなのがツイッターに出てきて、それをね、まあ、見たんよ。したなんか私のことを喋ってて、ソラハがなんかゆうかちゃんじゃなかったらいいんですよみたいな、なんか私昨日のねみちゅさんがツイッターに載せた写真、なんか私が撮ったんですよあれ。そしたらなんか本当はなんかみちゅさんはなんかお話し会が始まる前にソラハにお願いしてたらしくて、でそれをなんか私知らないし、なんかみちゅさんはもう急いでた、終わり際に帰る、間際に撮ったから、もう結構もう私撮りますよって言って撮ったのよ。そしたらソラハがねショールームでなんだっけ、なんかゆうかちゃんじゃなかったらいいんですよ、ゆうかちゃんはなんかダメみたいな言われて、ウィーンってなった、ウィーンって。ソラハから、私はソラハのことが好きなのに敵視されてる。コッコさんとイチャイチャするのはいいらしい。そうなの？なんかソラハはねガチ恋だからなのかも。しかも多分あのソラハは昔から好きだったのに、私がみちゅさんと舞台で一緒になってからめちゃくちゃ仲良くなったからおこなんだと。そうなんだと思いますね。まあでもね、ソラハが聞いたら怒りそうだけどね。もう毎日一日中 LINE してるわって言ったら怒られそうだから、皆さん秘密にしといてください。バリバリ前、もう毎日、今日とかもずっと LINE してるわ。
一人ごとで語るくらいならば、たまったまま何かしよう、今の場所でどんな想像しても限りがある。まいちゃん何も言われない。まいちゃんはフリート見れないんですよ、アップデートしてなくて。あの人はね、あのフリートをそもそもね見れない人なんですよ。アップデートした方がいいって言うんですけど、あの丸出てこないらしいです、タイムラインに。だから見てないって言ってた。まあね、アップデートってな結構後回しにしちゃうよね。だから結構フリートはもう載せてるかもしれん。カラオケできなかった沖ちゃんのショールームみたいな。そう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 。アップデートしなくても使えちゃうからね、後回しにしちゃうんですよ。そんな感じでね、ウキちゃんとソロハの問題はそういう感じです。まあ、でも今日はね、あの本当に謎なソロハと葵さんと3人であの語ってたから、インテリアについて。あんまり聞かないよね。いや、私とソロハは葵さんの部屋への憧れが強いから、この間その葵さんの家で ご飯をねごちそうになった時に、もう二人してなんかもうこの部屋になりたいみたいな気持ちになって、自分の家に帰った後に二人してあの部屋の模様替えをしてるっていう。おすすめ聞きました。葵さんの使ってる材質を教えてもらったのでポチりました。ソロハは部屋綺麗だけど、めっちゃ部屋綺麗というか、なんか部屋の模様替えをしたいって言ってた。今もね材質使ってるんですよ、このあんまりねすごいあの良くないっていうか、その時はめっちゃいいなって思ってたんだけど、なんかすごいね、なんか結局こう背筋ピンって立ってて、あの材質に全然寄りかかってないっていうか、なんかちょっと違うなと思ってて、そう実はねあの材質あるんですよ。そう、それにこうやってね何回も何回もこう足をイゴイゴしちゃうんです。そういう感じ。でも今日メールでなんか間接照明おすすめ教えてくださいってメールに書いたら、結構皆さんが教えてくださってありがとうございます。でも全部自分が一回ねなんか気になったやつだったら、やっぱみんなと好みかぶってるなって思った。そう、間接照明な、一応なんかお気に入りしてるやつだった。全部ほぼほぼやっぱ仮設照明欲しいな、うん。ありがとうございます、ご協力いただき。いつかねこの辺に置きたいですねって感じかな。さっきこ
メント欄でさ、ちょっと話が前に戻るけど、ね、ふーさんが前面って言ってたやつでコメント欄でふーとココアでおしくらまんじゅうしながら帰るみたいなコメントあったんだけど、そう話し会の帰り道、だいたいココアさん真ん中かココアさん右端の時とかは、なんかこうここにココアさんいて、私とかフーさんだったらだんだんこっち寄ってってココアさんが電柱スレスレになるみたいな、なんかもうココアさんの方に寄りがち、真ん中だったらもうなんかめっちゃギューってなりながら行く、なんか重力が傾いてる。私とフーさんが2人で帰るときは普通の距離感なんだけど、そこにこうココアさんが走ってきてここにくっついた瞬間がこうなるっていうおしくらまんじゅう。だからなんかココアさんがやめてもうスレ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 みたいな感じでなんかほんと電柱スレスレみたいな、なんかね傾いちゃうんだよね、こうなっちゃう、うん、引力そうよ、ゆうかちゃんのココアさんのモノマネ好き。難しい、でもねあれを完全に表現するのは難しい。めっちゃね今日もねなんかココアさんに、なんか私がココアさんのモノマネしすぎてなんかうちに似てきとるみたいな言われて、その似てきとるって言ってるココアさんをねはねもうめっちゃココアさんユキよほんまにうちに似てきとるきみたいな、もう私はさ声でしか真似できなかったからさ、あこの手だって思って、この手となんかこの揺れここまで再現できてなかったって今日ちょっと後悔した。もっとこうここら辺がすごい動いてる、チェキーみたいな、人の指さすときに裏のね裏人差し指を使うところ、あと揺らす私はまだまだだったってね本物を見て思いました。でもこれできる人いっぱいいるからな、私だけじゃない、多分一番なんか真似しやすいっていうかねね、うん、特徴的なんよね多分 MC ネタがどんどん、そうだよもうちょっと身内ネタがね今日ねお話から帰るときにひなさんと千穂さんと私とココアさんで車両が一緒だったんや。でさココアさんずっと何も喋っててさ、もうなんか電気とか暗くなるんですよ、夜帰る時とかはさ、なんか運転手さんが電気消しますって言って消してくれるんよ。だからさなんか暗いってことはさ、ちょみんな移動時間寝るってことじゃないですか、まあまあまあ言ってみれば。もうずっと喋っててさ、ココアでシーッシーって言ったら、あそっかマイカーとチャートシャートリーの前でマイカーの乗り出してしもうたっつって、もうさひなさんとココアさんは、ココアさんにはひなさんと千穂さんはさ静かにさ座ってるわけのにさ、私ら二人だけさうるさくてさなんか身内の本当に気をつけよう。今頃新規でも豆取ったりするの遅いですかね。全然遅くないよ、今からでもいいけど3月の方があれかも、お得かも半分から取るよりは、うん、どうぞ。チャートリーは話に合流しないの。チャートリーはなんかエレベーターなんか乗るまでは一緒に喋ってたんだけど、乗ってからはなんかおのおのになっちゃって、
でもなんか普通はそうなの、各々になるんよ車の中はさそこだけうるさかった、うん、そうなんですよとこはね、さすがにね、みんな静かだけどね、もう STU しか乗ってないかったからっていうのもあるのかも。たまにさ、なんか移動車両の時、新幹線とかでは言わないけど、なんだろう、タクシーとかロケ車とかだとさ、こう出発する時にお願いしますってみんなで言うよね。さ新幹線乗ってたらさ、なんかそれでは出発しますみたいになった時にさ、大きい声でお願いしますって言いそうになるから、ちょっと癖が、絶対変な目で見られちゃう。グッてこらえる、おっ、うん、うん、みたいな。めっちゃちょっと気をつけようって思う。そう、新幹線はね、もう本当にね、みんなね、乗った瞬間からあんま喋んないかも。でもみんな眠いのでも眠くない時に喋る時もあるけど、最近はね、なんかもう本当に新幹線もソーシャルだからさ、なんか隣同士にいるってことがないか、前まではこう隣同士でさ、こうやってコテンってしながらさ寝てたりとかしたんだけどさ、大体寝るんだけど、最近はさ、うん、みんなソーシャルディスタンスだからさ、もう携帯しか見れん。修学旅行生、確かに、なんかメンバーってさ、もう若いっていうかさ、学生とかもいっぱいいてさ、でこう列になって乗り込むわけじゃないですか。一回修学旅行生とかとさ、なんか一緒だった時があって、うるさーって思って、こんなに学生って喋るのみたいな、まあ、うるさいっていうのもあれなんで、まあ、楽しい時間だから全然いいんだけど、なんか STU がさ、車内で静かすぎてさ、びっくりした、こんなに喋るのみたいな。まあ、そのコロナ前だから全然あれなんだけど、いいんだけど、っていうか楽しい時間だからね、楽しんで結構なんだけど、もうびっくりして、学生ってこんなに喋るの、うえーって、まあ、ね、楽しんでって感じ、うん、びっくりした、うん、まあね、移動中が一番楽しい説ワンチャンあるからね、新幹線とか飛行機が、うん、私も楽しかった記憶がある そうびっくりした。もうなんかさ、 STU に入ったらもう新幹線は寝るものだと思ってたからさ、うん、もう首のネックピローつけてガーって寝るものだと思ってたから、その結構前なんだけど、本当1年2年ぐらい前だけど、びっくりしたんだよね、うん、でも STU だけのバスは結構喋るかも。新幹線は喋んないけど、メンバーだけのバスはちょっとテンション上がっちゃうね、めっちゃ遠い時とかさ。2時間くらい乗らなきゃいけない時とかは結構みんな喋ってる。なんかね、ドライブインライブの時がめっちゃ楽しくて、あれどこだったかな、アウトレットだったかな、広島だったんだけど、アウトレットでライブをするってなって、結構遠いんですよ、1時間ぐらいかな。もうみんなでさ、クリスマスソングかけて、車内でね、クリスマスソングメドレーみたいな、結構ワイワイガチャガチャしてました、
ちょっとあれは学生感出てたかも。でも基本ねみんな眠いから寝てるんだけど、なんか元気な時は喋ってる、うん、ちなみにさバスで思い出したんだけど、うん、瀬戸内 PR 舞台の、うん、最後の、ミュージックビデオ僕はこの海を眺めてるの最後のシーンで、なんかこうバスでこうカックンカックン寝てるシーンがあるんだけど、あれは本当に寝ている人と寝てない人がいます。なんか寝てるシーンを撮る、なんか本当にもう疲れててみんな帰る時に今から寝てるシーン撮りますみたいな。でももうでずっともう目つぶってとりあえずこうやってたのさ、さだんだんさ めっちゃ長いの、なんかその勝手に撮ってるのカメラマンさんが、したらなんかだんだん本気で寝てる人もいて、私はねなんかめっちゃ眠かったけど起きてた気がする。でも誰だっけな、千穂さんか誰かは寝てた気がする。ふうさんはもうねなんかちょっと眠い眠いみたいな感じだったけど、でもあれね分かんないよね、誰がガチ寝で誰がちょっと演技がなんか起きてたかな。でもずっともう目つぶってた。起きてた。そう。起きたけに。あれ STU48 のコラボカフェね決まったしね、楽しみだね。コラボカフェ行きたい。3月関東の皆さんぜひ行ってみてください。ラジクメニュー考えたの、メニュー考えたよ。でもなんか試食とかそういうのは全くしてないし、あんだけって感じ。なんかこれがこうでこうでみたいなのしか話してない。からなんかそれがもしかしたら却下されるかもしれないし、でも楽しみ、どんな感じになるのか。楽しみにしててください。原宿懐かしいな。ドラフトの時にドラフトメンバーで原宿遊びに行った記憶がある。それ以来本当に行ってないかも。原宿行ってないぞ自分は。もう知識がだから 3、4年前、うん、パルコのパネル展見てきた。おお、パルコ私も行きたいな。きちゃんかわいい、ありがとう。結構ねなんかタワレコの新宿店さんとかねすごいピックアップしてくれてるみたいで嬉しい。渋谷駅とかね、なんかあとあのハチ公前にもさなんか CM 流れてるみたいな、嬉しい。
お仕事でさ初めてなんかハチ公なんか通り道にハチ公がいて、あ、これがかの有名なって思いながら見た。それ以来見てない写真撮ればよかった。ちょっと田舎っぺなので憧れてたんですよ。でもみんな写真撮ってなかった。なんかもう待ち合わせ場所みたいな感じやってちょっと撮れなかったわ、うん、STU メンバーはテンション上がってました。あ、ハチ公だって。でもなんかちょっと待ち合わせしてる人が多すぎてちょっと撮れなかった。あれ夜になると動く。いいいいいいよいいよ。でもちょっとねなんか観光地いいよね。今日お話し会でさ、なんかアベノハルカスからさお話ししてくれる人がいて、初めて私アベノハルカス登ったことないのにアベノハルカスから見る景色を初めて見ました。なんかもう行った気分になったいつか行ってみたいなって思ってたけど、もう私は見たからもういいですもう行かなくても知ってる。めっちゃ綺麗だった景色結構ね外から配信してくれる人多いからね、もう今日だけでも本当に結構何人かね外からどこからの景色見たい。どこからがいいかな次は。スカイツリーでもね、なんか前見た時曇ってたからちょっと晴れの時行ってみたいな、うん、広島だとどこがあるかな。折り鶴タワーとかかな、うん、池袋行ったら池袋行ってね。何池袋って、フクロウカフェ知らないな、分からぬ。池袋夢、どこだろう。ハチ公みたいな待ち合わせ場所、フクロウがいるのかな。待ち合わせしたい。広島で待ち合わせ場所ってもうどこだろう。うーん、何か銅像を目印にするってことがあんまないかもな。まあ岡山だったらね、桃太郎像の前とかウニの噴水とか。広島駅だったら桃の噴水とかかな、うん、もう待ち合わせとかであんまやらないかも。現地集合って感じ一回やってみたいな、ハチ公前で待ち合わせって思いますね。銀の鈴、銀の鈴わからん。もう東京の名所がわからなさすぎて。銀の鈴、名前だけじゃもう何かわからないね。うん、東京駅、東京駅にさ、なんかあのめっちゃ見た目が綺麗な方、あっち側に行ったことないんだよね。あっち側に
こっち側にしか行ったことないから、こっち側にも行ってみたい。あんまりないんですよ。あのそう、あのレンガの方、八重洲の方しか行ったことない。こう行って写真撮りたい。何回か行ったことあるんだけど、めっちゃ綺麗よね。なんかずっとこうやって天井見ちゃう。丸の内側、丸の内弁当。あんまないかもな。幕の内弁当だった。ま、丸の内弁当。幕の内だった。あ、丸の内、幕の内弁当のことずっと丸の内かと思った。幕の内だった。幕の内弁当ってなんで幕の内弁当って言うんだろう。なんかの名前なのかな。ガチで言ってた。そう、ボケてない、全然ボケてない、本当にガチガチのガチで言ってた。相撲か。相撲の合間に食べたから幕の内、幕と幕の間の幕の内。じゃあなんで海苔弁は海苔がついてるからか。なんかないかな。ないわ、お弁当の名前わからん。丸の内弁当も探せばありそうだけどね。諸説あり。そうなの。幕が上がる前に食べる。なんで武蔵は武蔵なの。武蔵に聞いて。わからん。結びの武蔵。岡山は何弁当が有名。お弁当食べたことないかも。そういえば地元民だからな、食べないな。ちょっと見てみるね、今度駅弁岡山から帰るとき。でも最近めっちゃ豊富だからね、駅内が、駅内というか駅がさ、めっちゃお弁当とかいろいろある。最近ね、本当になんかSTUに入った頃から全然一期生のみんながなんだろう、駅弁を買わないんですよ。新幹線、東京駅とか品川駅とかなんかそういう時の新幹線に乗る前だから、なんか駅弁を買うっていう文化がなかったんですけど、二期生が入ってきてから二期生がめっちゃ駅弁を買うことに気づいて、あ、もう本当に入ってだから3年目にして初めて駅弁をね買ったんですよ。おいしい。駅弁おいしい。そう、革命が起きたの。駅弁を買うという革命が起きて、駅弁おいしい、めっちゃおいしい。最近ねちょっと駅弁をね、なんかまあ美味しそうな駅弁を見つけたら買うことにした。あんまかまだ買えてないけど、なんか冷たくても美味しい。なんか、めっちゃ美味しかったのがカニ弁当。あ、もうすごいね、なんかカニクリームコロッケ、カニシューマイ、なんかカニなんとかみたいな。でなんかご飯の上にカニ、なんかチラシ寿司みたいな。あれがね、ほんとにレベチで美味しかった。もう一回食べたい。どこで買ったのかな、品川かどっかで買ったんやけど、もうね、こんなに幸福な
新幹線が帰りを味わえるなんてみたいな。高い、まあ確かにね、コンビニの方がまあまだあれなんだけど、なんかでもたまにはいいなって思った。美味しかった。うん、4時間、そうよ4時間も何するって、もうご飯食べるしか行きは、まあ、帰りも寝るんだけどさ、行きはさもうずっと寝てるけど、帰りってさなんか半分ぐらい起きてるんですよね。2時間ぐらい東京とかの時だからさ、大体みんなスタバ買ってるかも。 STU は、うん、新幹線に乗る前にスタバに行くみたいな。アイス買わない。アイスね、買ってるメンバーとかも言ったけど、もう今あんま売ってないよね多分。新幹線のアイス、ガッチガチのやつね、ガッチガチのアイス。基本なんか頼まないけど、誰かが頼んだらみんな買い出すみたいななんかあったかも。のんちゃんさんとかがよく買ってたんだけど、最近買うメンバーあんまいないかも。新幹線のアイスは車内販売ないね。でもなんかコーヒーとかは車内販売してたけどね。コーヒーとかアイスとかがなくなったのかな、わかんないけど、なんかコーヒーの車内販売はたまにある、見かける、うん、なくなっちゃうの悲しいな。新幹線乗るときどのメンバーと隣が多い？新幹線のチケットはね、なんかその場所に着いたメンバーから配られるからめっちゃランダム、うん、ランダム隣のメンバーって感じ。新幹線のアイス食べたいね。そう、ランダム、ランダムで、あ、このメンバーだみたいな。交換あるのかな。たまになんか、なんか ABC の時とか、今携帯の充電ないから A に行きたいみたいなメンバーと交換したりとか、そういうのはあるけど、まあ基本はそのまま。ちょっと B だったらちょっとまあ残念ぐらいの。逆になんか D とかいいな、あの2人席だったらちょっとテンション上がるなみたいな感じ。よし、なんかあの九州とか行く時の桜に乗ったらちょっとなんか普段と違う座席でいいなみたいな。 B はその分少し広い。あ、そうなんだ、 B って広いの分からなかった。私はなんか A が一番好き、こう壁にもたれかかれる。 C は通路が近いから、うーん、端っこだけど、まあ、席は立ちやすいけどって感じ。かな。窓際の方がいいかも。こう新幹線移動楽しそう。うん、楽しい。私は結構好きかな。でも最近はもうなんかその B にメンバーが来ることがないから、もう本当にソーシャルディスタンスっていうか、一般の人もそうだよね、 B 席に座ってる人あんまいないっていうか、うん、だよね、もうみんなソーシャルって感じ。うん、なんかちょっとね寂しいですね。ぎゅうぎゅうのメンバーが好きだったんだけど、あの ABCDE
肘掛け肘掛け誰のもの問題肘掛けはあれですよ、一番左のやつが C で、それがその隣が B で、こっちが A でしょ。じゃないと B がかわいそうや、うん、ね映画館、映画館確かに。肘掛け、肘掛けね。でもなんか舞ちゃんと座るときはこう肘掛けを上げてなんかこうやって重なり合って寝てたりとかしたかも。もう眠すぎたときはそういうこともありましたね。折りたたみスタイル。もう今はできないけど、そのソーシャル的なあれで。昔はね、折りたたみスタイルですね。でも私妹ともね、あの車とかめっちゃ眠い時は折りたたみスタイルだったから、私結構割とちっちゃい頃から本当にガラケーのように二つ折りのように折られておりました。人という字の成り立ち、そうだよ、人という字は新幹線で駅前が折りたたまれているとこから生まれた勝手に作り上げてる。人という字は だから B は少し広くなった。そうだね、 B が広い理由も解明されましたね。あ、いたたたた。期限がね、分かりましたね。11時。お、じゃあそろそろ終わろうかな。結構お話ししましたね。明日は思い出せる恋をしよう、なんとラストのお話し会になります。なんとラストでございますね。いつからやったの？10月からかな。10月ぐらいから始まり、10月、多分10月、もしかしたら9月かもしれないけど、始まって4ヶ月近くありましたけど、もうこれが終わったらもうあとは3月はね、 STU のお話し会はなくて、1回だけ失恋ありがとうで1回あるぐらいで、もう約1ヶ月話せないんですよ。だから明日が終わっちゃうと、4月からはね、6枚目もだから、お話し会が終わったらお話し会が始まるんですけど、なんですけど3月ね、ほぼね多分話せない人の方が多いと思うので、明日をねちょっといっぱいお話できますようによろしくお願いします。9月から始め、じゃあもう5ヶ月か。9月から始まって4月からまたねありますけど、よろしくお願いします。うん、ありがとう。というわけでランキングを読みたいと思います。13位から読みます。13位がピッカさん、12位がマッカさん、11位がトニさん、10位がジェリーさん、9位が中澤さん、8位がハルさん、7位が市下さん、6位がトートーさん、5位がとりあえずルービーさん、4位がザックさんでした。13位から今までの皆さん、ありがとうございました。ありがとう。そして3位がコバチャさん、2位がシオさん、1位がローケーティーさんでした。再会一枚の皆さん、ありがとうございました。ローケーティーさんはタワー、お城もありがとうございました。
というわけでね、2時間ぐらいやったのかな、ちょっと長めだったんですけど、ありがとうございました、見に来てくださって、うん、ありがとう。じゃあポポ、まあ、皆さんポやりたいということで、ね、ポやりたい人が世の中多いものでポやらせたいと思います。それでは皆さん行きますよ、せーの、ポやすみ、ありがとうございました、いい夢見てください、ポやすみバイバイ。ほっぺやばい、投げほっぺ、バイバイありがとうございました、終わります、ありがとう。